イマジナリーラインはですねこういうふうに超えると違和感が軽減できますよ顔すごいセンターのコースですねこれね今こっちは斜めの顔ですよねこれちょっと斜めですよねそこからセンターにするんですこの子は斜めでここは、まあ、中央ですよね真ん中正面っていうふうに一回挟むしかも インサートカットの挿入インサートトカットっていうのはなんか例えばペットボトルのアップでもいいし靴のアップでもいいし景色のアップでもいいですよ何かしらのこのキャラクターたちと一切関係ない絵を入れる関係ないんだけど例えばここで会話を何かねやり取りしてるとしますよセリフがねあったとしますでここでも何か喋ってるとします その時にここででも一応会話話どどんんん続いてるんですよ話がオフゼリフって言いますこの絵の中では人は喋ってないんだけど音声として聞こえてるっていう状態ですねっていうオフゼリフっていうやつをやってこうして超えるとそうすると割と自然にそこまで今までのまあ一個前の話ほどの違和感を感じずに左右こうこうですねまあこうですね簡単に言うとねこうクロスしたってことになるんですよで位置関係 をこここででで反転したっててとななんですよねてな感じでちょっとねでこれはどういうことかっていうとこのように綺麗にですねまず1番は、まあ、これずっと同じカメラワークですねで2で正面から捉えてるわけですよ3に行き4に行き5に行くとだからねどっちかっていうと中央の絵で逃がすことによってまあこのイマジナリーラインを超えたってことになるわけですよねそうするとまあ自然と絵の展開が ますまた別の方法としてこういう方法もあります。キャラがラインをまたぐと。この男の子がこっち側に移動しちゃえばいいんですよ。この線をまたいでよいしょって。線をまたいで移動すればそれも同じ効果が得られます。それはどういうことかというとこっちにいるお女の子ずっと女の子こっちにいますけどどんどんこう今交差して最終的にはこのように移動してますけれどこの時に男の子が。 最初にいった位置に対してここでまあ同じカット状でこうクロスして移動しちゃったわけですよこんな感じでよいしょってまあそういう意味ではこの瞬間にっていうのかなこの間の絵でこの間の絵で男の子の背面背中そして奥に女の子がいるっていう状態になるんでしょうねきっとねこう移動中でねこういう絵が一枚こう挟まるわけですさらにこの間にねそうするとまあキャラがこの二人の位置関係をまたいだっていうことになるんですよ そうするとですね割とこれも自然に位置をね位置っていうのかなイマジナリーラインを越えて移動したってことになります手のような感じで絵の交通整理っていうのはですねまあ見てるカメライマジナリーラインをそんな簡単に超えちゃダメだよっていうことになりますここで結構皆さん難しいと思うのがそんなに今までカメラの位置について考えてこなかった人が多いんじゃないかなと思いますそのキャラクターの 配置が例えば2人でただ話をしてるって言ってもどっちからどっちにカメラがあるんだろうっていうのをあまり考えてなかった人にとってはちょっとしんどい話なんじゃないかなと思います。いやなんとななくでいいいんじゃないとかこんな感じの絵が欲しいんだけどなんかそれやっちゃダメなんですかってその不自然に見えてしまうあ,あ不自然に見えてしまうっていうか自分で適当にこんな感じかなっていう風うにこう思いつきで描いていくと結局はですね最終的に 不自然ななんか思いつきで書いたからこそのなんかねなので見てる人がどっちにどっちがいるかっていうのを常にキープした方がいいんですね。